イングリッシュパートナーズの清家カおルです。glass ceiling 意外な意味は ?glass ceiling は直訳するとガラスの天井になってしまうんですけれども、実はなんと。 目に見えない障壁という意味がありますえ。職場などで昇進を妨げている暗黙のルールとか裏工作または障害のことを指すそうです。えー、考え方としてはこう社会の暗黙のルールとしてなんかこう女性が昇進しようとした時とかにこう見えない壁に直面するみたいな感じで考えてもらったらと思います。えー、あとは、えー、女性だからといった理由とか例えば日本だったら大学